ご褒美なんなの、それがご褒美、あ、全員一気にか、なるほど、めっちゃ楽やん。フラン様よかったね、好きな子にやられて召されていったわ。行き止まりか、壁に穴が3つ開いてるけど、今は進めないらしい。今は進めないらしい、せっかく進んできたのにここまで。ということだから、じゃあなんかさらにこう行けるようになった、こっちかな、はい、ここに進んでいきましょうか。あ、ここに3つのなんか三角形の石みたいな、石かなんかわからんけど、まあ、はめるパネルみたいなものが必要になってくるわけだね。湿った森、綺麗な空気、深呼吸しよう、すーふが、え、鼻に虫あり、やだそんなの、そんな環境やだ。ちょっと深呼吸したら鼻とか口とかに虫が入ってくるってことやろう、地獄やん。それは本当に綺麗なのか。綺麗だからこそ虫がいる、そういうこと。汚いところに生息する虫もおるけどね。ああ、ピッコちゃんが意地悪に。ダメよダメよ、よろしくないよ。ほらちょっとこのメグちゃんの踊りでも見て癒されて浄化されて、あっ HP バナナが、メグちゃんの、まあ、もう一個持ってるけどまだ大丈夫かな。ちょ、これはあれだね、ピッコちゃんを、ピッコちゃんを安全地帯へ。ひどいよ、まあ、フィッコーちゃんを安全地帯へっていうかね、本当はなんかみんなが安全地帯に避難せんといかん気がするけどね。フィッコーちゃんを置いて、え、怖いよ、仲間たちを見る目つきが怖いよ。そしてめった打ち、よし、お、いいね、はめられて上機嫌、なんでびっくりしてんないのは、いけ、いいね、二人でなら簡単にやっつけれるということに気づいた。結局フィッコーちゃん戻ってないんだけど。あ、戻った、これは戻ってるの、次にはもう大丈夫なの。はい、メグちゃんレベルアップ、ティータイムを覚えた、くつろぎのひとときで自分と相手の MP が回復する魔法、バンシーの涙と一食いハーブティーゲット、どっちも飲みたくない、頑張るぞ、日が暮れてきたよ。また顔集めか、またずっと大魔王を追ってるからね。へえ、あなた意外と経験豊富なのね。頼りになるわ、それはそれは、もう頼ってくださいまし、頼りまくってくださいまし、で調子に乗って失敗するパターンね。私でよくあるパターン、お、来たよ来たよ、わあ、これはなんか怖がってた子かな、名前忘れたけど、入り口あたりにおった子、ゆゆこスライム、ゆゆこちゃん顔は可愛いんだけどね、スライムだからちょっとやっつけさせていただくよ、いけ、さすがに一発じゃ無理よねここは。むしろ一発でいかれたら、あーちょっと待って怖いんですけど、ピッコーちゃんが、ピッコーちゃんがやられそうよ、ほらほらほら、しっかり回復して、お、プーさんもね、アリナとメグちゃんは結構なんか体力持つんやけどね、あとの2人がそんなに体力違う、うん、わからん。わからん、頑張れ頑張れ、お、なんだい、大丈夫、ありがとう、全然大丈夫よ、私そんなにやわじゃないんで。メグちゃんが、メグちゃんが危険、弱っ。それは弱すぎない、やばいやばいやばい、仲間にも当たりそうなぐらいやね。お、癒しのメロディーを奏でる、ありがとう、あ、全体回復めっちゃ助かるやん、いいやん。それもっと早く出してよね、攻撃してくれるのももちろん嬉しいんやけど、あ、メグちゃん、メグちゃん、
花が咲くよ。自分ね。自分ね。はい、そして MP 飴大事。お、なんか今回アイラの回復技が全然活躍せな、せない、しない。お、から焼き。あんなん絶対スライムドロドロになるやん。あれでそのまんまの形を保てとるとか強すぎん？スライムなのに。スライムなのに強すぎません？いけ。く、結構耐えるな。体力多いんじゃないか。おお、めぐちゃん。お、おーい、めぐ起きてー。命のつゆ、やったね。やったね。しかしちょっと虫の息だから回復を。痛い。お、でも今のでやっつけた。そっか、あれやんね、死んだ状態から復活できる技があるから。ありがとう。いえいえ、イエーイ、勝利ー、やっほー。お、ボーナス経験値プラス150。これはピッコーちゃんに渡します。やった、レベル8。ピックルはレベルアップ。メガフラワーを覚えた。花の生命力で仲間一人の HP を大きく回復する魔法、助かるよピッコーちゃん。特徴スライムゼリー、噴水みたいやね。お、エルフの宝石 B をゲット。あと2つや、あと2つ頑張って探しましょう。お、姫のレベルを10以上にしよう、達成。さあ、なんか誰かと話したいとかあります？このなんか動きまくりあるの結構好きなんやけど。はい、それじゃあ、料理を、お任せでー。はい。さあ、どうだ。プーさんだけ、プーさんだけダメだったわ。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット。ステンドグラスの花がいいな。ステンドグラスの花が欲しいな。ねえ、ちょっと防御力も上げていかなければ。あ、これは HP バナナですね。ですよね。いや、まあ、HP バナナめっちゃ消費していきよるけどね、今。はい、そして、さあ、誰か何か欲しいものはありますか？お、いいやん、武器武器、ビリヤードの弾。よし、今何やった？どんぐりやったっけ？はい、ビリヤードの弾を買ってきた。これは確かに痛い。痛いとかそんなレベル。はい、でもこれでだいぶね、攻撃力上がったけん。よきよき。そして、はい、フィッコーちゃん、ステンドグラスの花。さっきゲットし損ねたけど、ここでちゃんと買ってきてくれれば。お、よかったー。でも結局なんかちょっと手書きっぽい感じは手書きっぽい感じやね。あ、で、これは中の部分が変わるわけか。なるほど。じゃあこれかな。なんかちょっと、なんて言うんやろ。オレンジっぽい。朱色って言うんかな。なんか色の名前ってよくわからんよね、正直。いろんなのありすぎて。はい、それじゃあ出発してこうか。オッケー。さあ、さっきのあのエルフの石がね。あ、そっか、とりあえず一人助けたから、一旦、里に戻ろうか。はい、戻りまーす。多分入り口のところでなんかプルプル震えよった子じゃないかなと思う。あ、違う。違うな。誰だ？どこだ？あ、この子だ。あ、イライラしてた子か。なるほど。キー！悔しがる女、フラン。大魔王のやつ。なんで私の顔を取ら、あ、違う。この子取られなかったんだ。この美しい顔のどこがいけないのよ。しょうがないよ。あ、この子か。入り口じゃなかったけど、ブルブル震えてる。さあ、戻ってきたよ、お顔が。はい。かわいいね、この子も。えへ、ー、
さ、大丈夫かい、ゆうこちゃん。よかったよかった。大妖精様と怪しいやつ、助けてくれてありがとね。お礼だよ。えい。お、エルフの飛躍ありがとう。ありがたや、ありがたや。怪しいやつではないんやけどね。はい、それじゃあ進んでいきますか。次に進んでいくのは、こっち？え、でもここ入れんのよね。ここは何？行き止まり？っていうことなんかな。あれ？ここ？さあ、じゃあ次、あ、次ここ？の、もう一個の道に行けばいいってことかな。ちょ、待ってね。他に行けるようなとこ別に、あ、こ、あそこもあるんか。あ、あそこさっき増えたところか。じゃあ、とりあえずこっち行く？はい、行きます。行くか。ご飯が楽しみ。起きたところだけどね。ご飯、あ、でも朝ご飯食べてないとかそういうこと？違うかな。朝ご飯は食べないと気合が入らないからね、みんな。ちょっと。いきなりの注意事項。そう、なんかダイエットとか言って朝ごはんを抜いちゃダメ。それなら朝ごはんがっつり食べて、まあ、1日こうエネルギーを使って夜ごはんをちょっと少なくするみたいな。何？ダイエットポーズですか？でもあれだよね、一番はこう食事制限よりも普通に好きなものを食べていっぱい動くのが一番なんやけどね。大魔王アスマは城にいるって？そうなの、火山の城よ。東の果てにあるとか。大妖精に聞いたのね。でもね、今は行けないの。え、なんで？魔法で道を隠してるから。迷い込んだら危ないでしょ。なるほど。なんだかいい匂い。お、なに？なんだかいい匂い。もしかしてあれ？宿屋での食事の、食事の匂いがここまでしてくるみたいな。で、多分もうちょっとで着くやろう、きっと。もうすでに何かしら作られている食事の匂いが。こんなところまで。やばいね。食い意地張りすぎやね。頑張れみんな。扇風機。プーさんのこの戦車の格好めっちゃ好きなんやけど、めっちゃ可愛いよね。どんだけメルヘンな、どんだけメルヘンな戦車なんだっていう。でもすごい好きなデザイン、私の。今はあれかな？あの、誰だ？とりあえず、フィッコーちゃん以外はみんなパステルチックな感じやね。はい、それじゃあ、ひたすら進んでいく。もう無理！大丈夫よ、頑張って。力を。お金か飴か。お金でしょう。さ、人生お金よ。頑張っていこう。飴じゃあ、生きていけないから。はい、これで600ゴールドゲット。やっぱこうやってお金を集めてみんなを強化していかなければね。でもまあ欲しがってくれんかったら意味ないんやけど。普通に。欲しがって。お、好きレベルアップ。結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？はい、そして、料理を。きっとこの匂いがしよったはずよ。さあ、どう？くはぁ、二人。二人にとってはいい匂いではなかったかもしれん。でも自分が食べるもの以外の匂いもしてきよったかもしれんけんね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ボロボロのドレス。エルフの飛躍いいやん。激レアなんやろ、これ。さあ、来い。HP バナナでもいいよ。どや。おー、HP バナナ1本。よしよし。ちゃんとこれでね、補充していこう。大事大事。はい、そして、お小遣いはどうですか？誰もいらないの、マジで。必要としてください。ちゃんと必要としてください。毎回ぐらい誰か何か欲しがれよ。お、そして、こっちの先へ。多分ここに、あの三角の石があるんじゃないかなーとなんとなく思うんやけど、どうかな。お、なになに？
大きいトマトだな。私たちが小さくなったみたい。あはは。確かに。メグたち本当に小さくなってるよ。わーっていう夢。めっちゃ嫌な夢や。夢か。てか、歩いててなぜ急に寝出すんだ。夢かじゃねえわ。不安だな。そりゃね、こうやって走り寄る途中で急に地面で寝る人おったら不安だわ。辛いわ。お、一発やん、すごい。やったね、メグちゃん。強化されてるね。お、本当にちょっと余裕になってきたんじゃない？拗ねて手を抜く。なぜ拗ねた、急に。何、他の人を褒めたからということですか？それは頑張ろうよ。お、スキレベルアップ。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。お、発射準備。あー、メグちゃんが人間大砲として。しかし絶大な効果を。いやー、堪忍袋爆発。やばいやばい、ちょっと二人もプーさんに不満を抱いている子たちが。あれだわ、もうなんかこのチームがバラバラになってしまうんですけど、大丈夫か。これでアイナとも気まずくなったらどうしよう。やってられない。ちょっとね、エルフの長女が居心地が悪く。おお、お、あの3人組。おお、むはー。よし、さあここは張り切って戦っていきましょう。トマト3兄弟かわいい。トマト3兄弟めっちゃいいやん。一番上違和感ないよ。お、ヒコちゃんは来てくれなかった。全員来てくれるかと思ったけど。大丈夫？そうやってね、そうやってああいう時に力を貸してくれんけん、ちょっとコビを打っていくっていうね。美味しいトマトが好きだった。そういう、でも私もトマト普通に好きやけど、トマト汁とかかけられたくないけどね。美味しいとはならん気がする。発射。さあ、ちょっとずつ確実に崩していこう。え、あれ1段ずつやったよね、減るの。違ったっけ。多分そうやったと思うんやけど。お、プーさんへ。いいね、しっかり食べて回復して。トマト好きが多いな、うちのチーム。いいことだわ。あー、ピッコーちゃんダメなの？ピッコーちゃんトマト嫌いだった、マジで。リアルではどうなんやろ。でもトマト嫌いな人ってほんと多いもんね。トマト嫌いな人はどうなんやろ。ケチャップとかは大丈夫なんかな。でもそれは大丈夫っていう人もおるよね。なんかトマトのあのブニブニした感覚が嫌いみたいなのは聞いたことある。私的には全然ブリブリしてないけど。あ、メグちゃんもダメなの？あー、大変。え、そこ回復してくれないの、フィッコーちゃん。ちょ、アユナ回復を、君も回復しろよ。あ、バナナね。よかったよかった、自分でバナナを。から焼き。お、ハサミ打ちいきますか。いけ。いいね、いいね。あー、やばい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 。そうやって連続でさ、攻撃してくるのやめてくれる。お、新しい技、メガフラワー。花が咲くよー。あ、自分ね。なるほど。ピッコーちゃん、攻撃力が低いよ。もっともっと強化しなくっちゃ。ご褒美？何なの？それがご褒美？あ、全員一気にか。なるほど。めっちゃ楽やん。フラン様。よかったね。好きな子にやられて、召されていったわ。召されてはないけど、余裕だった。
はい、そして上トマトスパゲッティ、お、エルフの宝石 A をゲット。あと1個や。まあそれもあっという間に見つかるでしょう、きっと。次また進めるとこ増えるかな。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。もみじの葉っぱをください。もみじの葉っぱ、今ね、今のフィッコーちゃんの攻撃力がものすごく弱いから、ちょっとその武器が欲しい。あ、絶対これ来るよ絶対来るよ。はい、もみじの葉っぱゲット。大事大事、攻撃力アップ大事。はい、もちろんフィッコーちゃんに。ほら超弱いやん、弱すぎやろだってみんな20、30ぐらいあったよね。あ、もう全然ダメやん。間違えたどんだけもみじの葉っぱを持たせようとする。はい、そして料理お任せでお願いします。あれ、エレフの飛躍、両薬口に逃がしって言うけどこれは違うとか言ったのに思いっきり死んどったよ、プーさんやっぱそれも人によるんか。そしてお小遣いは欲しがらないと。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次のあの石はまた新たに行く場所が増えんかったら多分ないよね早くゲットして進みたい。